皆さんこんにちは、桜井真隼人です。ですね、まあ、先日、タケル天心がね、試合決まりましたね。まあいよいよということでね、まあこれも何年前からもね、ずっと、話ね、こういうあのやるやらないの話でね、いろいろ、まあ、大変だったと。まあ、まあ、私もね、まあ、天心陣営の、まあ、2人ともね実は会ったことある、もちろんあります。でまあね、那須川天心のお父さんなんかもね、よくあの電話なんかで話すあの感じなんですけど、まあいろいろ、まああのね、まああった、まあいろいろ、もちろんね、それは格闘技だからね、いろいろありますよ、それはもちろんね。まあまあタケルもね、昔あれ何年前かな、 5年6年前、彼がガッと上がってる渦中のね、途中のあの時のタケルだったんですけどね、結構あのまあいい好青年でね、みんなまあ周りの人たちを気にしてくれてね、すごくあの場を盛り上げてくれるようなね青年でしたね。うん、でまあその彼と、まあ、那須川天心が戦うということで、まあこれどっちが勝つか、うん、まあこれ6月のねメガファイトと言われてますけどもね、まあ言われてるだけで、まあこれまたいろいろコロナのこととかもいろいろ、まあどうなるか分かんないですよね。でまあお互いはよくあるのは怪我ね、コンディショニング、やっぱりねこう、あのすごくね決戦の前ね、本当の頂上決戦じゃないですか、で頂上決戦の前にね、お互い力が博多に入りすぎちゃって、怪我をしてしまうということで、まあこれは消滅するとかね、まあ、正直そういうのもあると思います。まあカット、まあそれをまあ理由にというわけじゃないですけどね、まあまあそういう、まあ本当にやるくやらない、ね、やるんだったらば、あのまあ大晦日にやればよかったんだよね、今回のね。うん、まあ昔のプライドなんかはね、こういうカードが続出してますんしたからね、もうどん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 もう出し惜しみなくやっていくね。今の風潮はそういうのはないですよね。まあまあ、アメリカのサーカスと日本のサーカスを比べるとですね、アメリカのサーカスはどんどん出し惜しみなく、どん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 、うおーすごいなっていう観客がもう、わーっていうような口を開いてポカンとしてしまうぐらいの本当のそういう盛り上がりが、ね、ありましたけどもね、まあ、日本のサーカスを否定するわけじゃないですけども、なんかこう、なんていうか、まあ、あーみたいな感じで、ね。まあ、だんだんあのプライドからその、ね、ドリームライジン、いろいろね、ダイナマイトも含め、ね、だん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 なんかそういう風な、なんか出し惜しみじゃないけども、なんかね、半年後っていうのも、まあ、もちろんそれすごくね、やってもらうとすごい嬉しいですよ。で嬉しいが反面、これがでもしも途中でダメになっちゃう、まあ、何かしらの理由でこれが流れちゃいました、そうするとそのすごいわーってなってるのが、よいよいよかーって感じなのが、その分のもうショックでね、ガッとなんだよみたいなね。だからそのこれやる確率がね、どのくらいかって正直まず一つ思いました。うん、で実際やります、やったらどっち勝つか、まあ皆さんこれね、すごい気になるところだと思います。まあ自分は、またスピードは天心ですよね、完全にスピードはね。で、体重、体格はたける。うん。ね。だからこれ、どっちもいいところあるね。で、殺傷能力。まあね、相手を KO する力は、まあこれも天心かなと思います。うん。まあ今過去のデータでね。で、じゃあ、結論どっち勝つか。まあ、お互いどういう、まあそのね、もう、なんだ、キック界に、ね、ずっと残ってやっていくタケル、スーパースターを歩んでいくタケルと、ボクシング界に、行ってしまう天心、ね、これどっちが勝つかというと、これはどっちが勝つか正直分かりません、ね、けども、まあ、勝手な予想、私のこれ私の勝手な予想ですよ、ね、これは、まあ、このまま天心が普通に行ってってくれれば天心かなと思います。うん、まあ理由はやっぱスピードとあのね、殺傷能力の高いね、KO 率の高い打撃
うん、だと思いましたね。いやかといってタケルもそんな本当にね強いんで、すごいね本当の接戦なんですけども、かといってお互いね刃のそのなんていうの剣がめっちゃ切れますんで、一瞬のミスが犬人になると思うんで、これどっちってはいないんですけども、まあその最後の有終の美ということでね、天心が勝つと私は思いました。うん、まあこれ勝った予想で、その前にその巌流島のねその決戦の前にですね、昔言えばですよ、じゃあ実際試合がやるのか、そこがねあの心配ですね。半年後っていうことで、それすごい心配ですね。だからまずはやるかやらないかね、やるかやられるかっていうのがやっぱ格闘技なんですけど、まあ、その前にやるかやらないかっていうのがまず一つねでかい、戦いがあるなと思いましたね。で実際やったら、うーん、自分は天心が勝つなと、自分勝ったら予想ですけど、まあどっちか分かんないよ、だけども、まあ、自分は天心かなと思いましたね。はい、それではまた